音が悪すぎるので旅の概要をナレーションで失礼します。今回は名古屋旅、1泊2日駅探というサイトで新幹線代ホテル代込みで1人 14,075円でした。結構安い。今から行くところはリトルワールド、日本やけど世界旅行が楽しめるっていうとこ。バスはほんまに貸し切り状態、なんて言ったって大雪やから。ではレッツゴー。リトルワールド着いたー。雪がやばい。なんじゃこりゃ。この音楽がまたピーヒャララってんな。入ってすぐ速攻赤ちゃんを抱っこしてるガタイの女の人の銅像がある。地図もらってんけど、クソクソ広い。今チーズフェアやっとって、各国のチーズ料理が食べれる。えぐいな。地球代1800円安いな。広すぎてバス持った方が多分いいと思う。風邪ひいちゃうよな、こんな雪で。バスで500円取られる。もう金取らんといてくれと思ったけど、バス可愛いから許すな。バスの中こんな感じ。いいね。で、狙うとこがこのドライフルーツナンチーズカバブ。アランチーニは食べたい。ちゃんとイタリアのところでで、いろいろ食べたいな、うん。いいかな。白身魚やったら絶対うまいんやけどな。なあ。はい、ありがとうございます。貸し切りになって思ってるよ。ここトルコですか？あ、小学生。よろしくお願いしますわ。これタイか？はい、タイできた新しいやつ。かわいい、うわ、この乗り物クソかわいい。タイもまたやろう。インドに着きました。インドとネパールを一緒にしてるらしい。ああいう感じで、インドは象とかお釈迦様を祀ってるから、ああいう感じにしてるらしい。で、こんな感じでお土産屋さんとかもあるから、買うことも可能。何？似合うわ絶対。え、なんかほんまにその国のお土産屋さんみたいやな、売ってるのとかも。すごい。ですが、お腹が減っているので、この辺でいっぱい何かを食べようと思っている。特権買って頼む式っぽい。さあ、飲もう。今んとこインド料理屋に来たみたいな感じ。お待たせいたしました。はい、料理来ました。チーズカバブ、で、これがドライフルーツナン。いただきます。うまい。ケーキの味、生クリームと。ケーキみたいな。うまい。なんかな、ドライフルーツがあることによってな、サクサクやから、それが食が進む感じ。うまい、あり。次これ食べてみます。ディップして、うん、いいかね。おー、うん、あー、でもめっちゃミキちゃんが言ってたのがわかる。わかる。あのカレーの匂いがすごいするつくね。そうやね。うまい。はい、お次やってきましたのがネパールの、わ、すごい。見た目は多分ネパールの寺院的なことやと思うな。入る。この曲なんな。ネパールの民芸品が売ってる。で、お香があげれるみたい。靴脱いで上がるゾーン。貴重な物価ですから触らないでください。中まで入ったらすごそうだけど、撮影は中はしません。
パールマニガキ。さっき気づいてんけど、リトルワールドは博物館らしい。あ、言ってはったな。うわ、絶対これ古代文字やわ。読まれへんけど、すごいな。次もなんか来たで。東本書いてそうやな。方があるもん完全に。東本の方やな。気になるわ。あ、チベット文字が書いてたんだ。オムマリペンメンムフムフィー。あ、偉大なる観音を称えるという新聞が刻まれていた。東本の方ではないわ。残念やな。行こう。なんで急におみくじ。ブータンのおみくじ1回100円、料金口に100円を入れてサイコロを、サイコロ3個同時に振ってください。出た目を小さい方から数えてください。出た目と同じ番号を箱入れを取りください。あ、やろうかな。やってみる。やるわ。で、100円突っ込みます。はい、ここ料金口入れます。ちゃんと払うタイプなんで。で、サイコロが3つ、青、緑、赤。いくで。はい。真剣な。533どういうこと。3355探して。あ、そういうこと。うん、そういうことなんや。これを1枚、335、取ります。内容、このダイスの目を振り出したる人は立身主せあれども、物事すべて遅く成就する理あれば、心急ぎ慌てるべからず。相手に任務クソ小こと勝つべし。ちょっと日本語わかんない。ちゃんと100円か。10円ちゃうやろな。10円ちゃうやろな。はい、ちゃんと100円入れる子です。結構上から落ちたけど。1、2、5、結構下から行ったな。内容一緒なんやけど、結構下から行ったな。もういろいろ飛び出しすぎる。すいません。なんて？あ、基地やわ。基地なん？また基地とかそんなん書いてるとこあったん？逆に。基地。いや、よう見た、私大基地でしたわ。やばいな。これ書いてることあんま分かんないんで、書いてること分かる人コメントしてください。広いな、奥行きすごいよな。インドネシアバイクだ。ありがとうございます。もうバスのお兄ちゃんと仲良くなったな。常連やな。貸し切りやから常連なんて思ったな。左手に見えてまいりましたがインドネシア、インドネシアやポリオ。インドネシア着いた。入り口マジでもう見てほしい。いや、マジでえぐい、この入り口。バリーカット。このシーサー的なやつらの目が隠されてるんがグロ怖いよな。あれもうチャンディブンタールと呼ばれ、2つに裂けた寺院という意味でヒンドゥー寺院の正門に使われる。目隠されてることの謎に関しては誰も何も教えてくれなさそう。なんでやと思う。わからん。なんかどっかで現地民の人に会ったら聞いてみよう。では、ゴー。あ、すげえ。マジですごいわ。もう狭っ。マジでかっこいいな、この寺院。めっちゃいい感じやん。めっちゃいい感じやん。靴脱いで、これ靴下やろ。寒いよ。おしゃれっていいやな。奥？いや、怖い怖い怖い。手もなくなってもモテるし、巻き方めっちゃおしゃれやし、ハンニヤってとこがちょっとあれやな。やばい、こっちとかない。ツーショット撮ります。ツーショット撮る。あ、自撮りで。ここに人いる意味わからない。なんなん。へえ、骸骨の手でこうなってる。おしゃれなことしはんな。